こんばんは、松本ゆりやです。家族が全員寝静まったのでフリータイム、眠いけどもったいないからもうちょっと起きとこうかなっていうタイムです。今日はどうしようかなって思って、私のお気に入りの食器をご紹介したいと思います。まずですね、日本酒を飲むときに、日本酒専門店に行ったときに売ってたものです。そんなに入らない、このぐらいの大きさ。鹿のマークが可愛くて2000円しなかったと思うけど、大きさがちょうどいいからこんな感じ。今日もこれで日本酒をたしなみながら、何食べたかな、何食べたっけ、ささみかなんかかな、忘れちゃった。食べました。で、倒れちゃった。で、私今は住んでないんですけど、大学の時に神戸の大学に通ってたので、よく西宮球場、甲子園球場に阪神タイガースの応援に行っておりました。その時、結構前ですよ、その時に阪神タイガースのジョッキ、これが多分当時1500円、そんなもんなんですけど、全然割れなくて、ほんとジョッキ、これに もうあんまりタイガースちょっと疎くなっちゃったんですけど、これでビールを飲んだりしてます。あと3つありますよ。お、急げ急げ。で、個人的にすごく値段相応で気に入ってるのが、ティファニーのマグカップ、マグカップとか、これは紅茶飲む時に使いますね。もしくはホットミルクとか、そういう時に使ってます。割らないように気をつけてます。そんな高くないはず、忘れちゃった。もうあと時間ないから2つまとめて、徐々にコレクションをしているのがエルメスのマグカップです。一つあたり2万ちょっととかかな。コーヒー飲むとき多いかな。なんかね、徐々に食器増やしていきたいなと思ってます。皆さんは食器へのこだわりって何かありますか？おすすめの食器あったら教えてください。ちょっとね、私はもう少しエルメスのコレクションを増やしたいんですけど、頑張ります。